はい、えー。皆さん、こんにちは、えー。今回の動画はですね、またまた詳しくいろいろとテクニカル指標をお話しさせていただくんですが、えー、今回のテクニカル指標は、ちょっと難しく聞こえるかもしれないんですけども、指数平滑移動平均線と言われるものになります。はい。 で、これ、まあ、指数っていうのはちょっと皆さんね、あと平滑とかって言葉が難しいなと思われるかもしれないんですが、もう中身は簡単です。なんかね、もう海外から入ってくると、あの、翻訳した時にこういうちょっと難しい言葉に翻訳しちゃっているので、昔からこういうふうにこうね、えー、日本に入ってきてるものっていうのはそういう難しさがちょっと、えー、名前からあるっていうのはちょっと皆さん申し訳ないんですけども、でも中身は本当あの、前回の動画でお話し,しました。移動平均線とほぼ同じでございますので、 え、あまりこう、構えずに、もうリラックスして聞いていただければというふうに思います。どうぞ最後までご視聴ください。えー、ではですね、こちらご覧いただきたいんですけれども、今日の内容ですね、今回のこの内容ですけれども、まあ、指数平滑移動平均線についてということで、これ詳しくまたね、お話をさせていただきます。それからあと、指数平滑移動平均線の種類、で、さらには、指数平滑移動平均線の使い方と、 それから一番最後に、え、移動平均線をトレードに活用するというところもお話をさせていただきます。で、おそらくですね、ここまで行くと、最後のところまで行きますと、皆さん、あれ移動平均線と指数平滑移動平均線、どっち使えばいいのかなとか、あるいは、あの、いろいろ期間あって組み合わせとかもあったけども、どれをですね、どれが自分に合ってるのかとかですね、 結構皆さんもやっぱり疑問に思われると思うんですよね。そういったところも最後、このトレードに活用するというところで、まとめてお話をさせていただきますので、どうぞ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。えー、ではですね、こちらご覧いただきましょう。指数平滑移動平均線についての詳しい解説ということなんですが、こちらはですね、ここにありますように、 あの、まあ、単純移動平均線とほぼ同じなんですが、違いはですね、これ直近の価格に比重を置いた移動平均線って書いてあるんですけども、まあ、単純にはですね、例えばあの、移動平均線ってもう本当に5日間の終値を足して5で割るっていう、まあ、そんな形式ですよね。ですから、あの、5で割ってしまうと、まあ、それぞれの値っていうのはもう5等分されちゃいますので、同じなわけです。で、 指数平滑移動平均線っていうのは、この直近の価格、これにあの比重を置いてるって書いてありますけども、これどういうふうにして考えるかなんですが、例えばですけども、当日の値を2倍するとかですね。で、それをですね、6で割るっていうふうに、こうちょっと1日分多くして割るっていうのは、そういうふうな工夫をするんです。となると、単純に、あの、5日間の平均ではなくて、当日の値が、まあそれだけちょっとこう全体に与える影響がですね、大きくなると。 ですから、例えば、そうですね、1日にですよ、10銭動いたとしますが、その10銭動いたのが、あの、5日移動平均に直してしまいますと、もう単純に1 0る5なので、2銭いうことになるわけですね。それをですね、今度、質平均移動平均線にしますと、10を2倍するわけです。ね。で、そうすると20銭になりますよね。で、それをですね、今度6で割るっていうふうにすると、単純に2銭にならないわけですよ。 そういう風にしてですね、あの、当日の動いた値がより、その移動平均線に反映されやすくするというのが、この指数平滑移動平均線の考え方です。ですから、画像と言いましょうか、移動平均線表示されているものを見比べると、後でちょっと見ていただきますが、少しですね、動きが早いんですよ。早いというのは、例えばトレンド転換するときに早めにトレンド転換するとか、あるいはその、ローソク足に移動平均線が近いとか、 そんな風な、あの、ちょっと特徴が出てまいります。後でご紹介しますね。で、ただですね、そういう特徴はあるんですけども、トレンドの判断としては、指数平滑移動平均線の、まあ、向きで判断するとか、あるいは上向きでしたら上昇トレンド、下向きでしたら下降トレンドということで、単純移動平均線と全く同じでございます。はい。もう、あと、ここから行くとですね、もう好みなんですよね。で、あとは、指数平滑移動平均線のメリット、デメリットなんですが、 この日々のですね、価格変動に一気一流せずに済むと。単純移動平均線よりも反応が早いため、判断も早めに行えるということです。でデメリットとしては、まあ、あのー、これも単純移動平均線と同じではあるんですが、まあ、基本その、まあ、メリットの方が大きいかなという感じではあります。で、実際に種類も、こちらも見ていただきますと、単純移動平均線と考え方は同じでございます。 で、期間をですね、自由に設定できるので、これも期間を変えれば、まあ、ほぼ無限でございます。で、あとは、こちらもそうなんですけども、あの、単純移動平均線も、あとそれから、あとこの指数平滑移動平均線も、これ、日と週と月って書いてありますが、これ、分足ももちろんありますよね。1分、2分とか。そういったものもありますので、もう本当にですね、期間を変えれば、まあ、無限という形になるかと思います。であと、 あの、複数の移動平均線を表示すると、これも組み合わせは多数ということで、ここのところがね、皆さんおそらく、あの、どういうふうに自分が設定すればいいのか、あるいはどの、日足、週足、月足、あるいは分足、どれを見ればいいのかっていうことで、ちょっと悩まれる部分だとは思うんですけども、後ほどあの、チャートをですね、実際のマーケットスピード FX のチャートをご覧いただきながら、そのあたりは、 単純移動平均線も含めて、いろいろとお、まあ、解説をさせていただきます。では、続きましては、指数平滑移動平均線の使い方でございますが、これもですね、基本はですね、トレンドフォローでございます。それからと、と移動平均線の向きでトレンドを判断します。えー、今度、移動平均線をですね、サポートや抵抗と判断する。これも同じですよね。えー、単純と同じでございます。で、あと、複数の移動平均線のクロスで売買を判断すると。 これも同じでございます。はい。では、またまた実際のこのチャートをご覧いただきましょう。同じ移動平均線のチャートに皆さん見えるかもしれないんですが、実際にはちゃんとここに出てます。指数平滑移動平均線というふうに出ておりまして、で、こちらをちょっとご覧いただきますと、はい。こんな形でございます。で、もしですね、皆さん、あの、マーケットスピードフェクスのこの動画を見ながら表示されている方がいらっしゃいましたら、 あの、チャートの画面でですね、二つ、あの、お出しいただいて、ね。でそこで、えー、指数平滑移動平均線と単純移動,平、えー、移動平均線。両方出していただいて、同じ期間でですね、あの、左右に表示していただくと、違いがお分かりいただけると思うんですが、こちらの方がですね、若干下向きになったり、上向きになったりっていうタイミングがちょっと早いんですね。 で、それは、先ほど、あの、解説のとこでお話し,しましたように、指数平滑移動平均線は当日の値をですね、ウェイトを置いているためです。で、なぜかというと、こういうとこ見てください、こういうところ。こういう風うにズドーンとこう、落ちているところがありますが、まあ、このあたりはですね、まさにそうした単純移動平均線ですと、この長さが5等分されてしまうんですが、まあ、あ指数平滑移動平均線の場合には、こちらの方のウェイトが高くなりますので、その分、 えー、移動平均線の下向きの角度が、まあ、急になるということなんですよね。で、ただ見方は、あの、移動平均線と、単純移動平均線と指数平滑移動平均線は全く同じで、見ていただくとこういうところで止まってますよね。これもちょっともう一回拡大しますね。はい。見ていただきましょう。もう綺麗にここ、75日移動平均線で止まってますよね。で、ずっとこうやって見ていただきますと、こちらも、 25日移動平均線で止まってますし、こちら見ていただきますと先ほどのこの場面、単純移動平均線の場合には25日線ってこのオレンジの線がこの辺りにありませんでしたっけね。それが指数平滑移動平均線ですと、だいぶローソク足に近づいてます。というふうに少し位置が違うんですね。で、その分やっぱり判断が早くなるということなので、ただその分騙しも増えたりすることがありますから、 まあ基本的にはですね、お好きな方を使っていただいて構わないんですけども、まあ、あ動きの速さを気にされるのであれば、やはりこの指数平滑移動平均線を使われた方が、まあ、より早く判断できるのかなというふうには思います。で、これが今見ていただいたのが日足でございました。そして、周足ですね、周足。 さあ、こちらの方もご覧いただきますと、これもまたちょっと拡大をしてご覧いただきましょう。ドン。はい。これもですね、期間見ていただきますよ。これ5週、20週、75週なんですが、綺麗にこれ20週で止まってますね。こういうと見ていただくと。で、皆さんですね、当時、おそらくですよ。これ期間を見ていただきますと、2021年6月なんですが、この当時はほとんど動いてないというふうに思われたかと思います。 でも、これで見ていただきますと、ま、2022年に入ってからのこの、115円前後で動いてた時というのは、ま、綺麗にですね、この20周移動平均線の上で止まっておりまして、上抜けたところからどんどん円安に触れていったと。いうところでも、本当に、まあ、結果論かもしれませんが、綺麗に出ているってことになります。 こちらもですね、見ていただきますと、20周移動平均線のところできれいに止まっておりまして、価格がその後は151円台後半、まあ152円手前まで上昇する場面があったというところですよね。その後のこの急落の後を見ていただきますと、5周移動平均線でずっと頭を抑えられていて、直近では、これ見ていただきますと、まあ直近というのは2023年の 1>, えー、1月下旬というところになりますけども、こんな風にですね、えー、75周移動平均線で止まって、えー、切り返していくっていうような流れになっているということですね。まあ、こうやって見ていただくと本当に、あの、移動平均線って意外と後から振り返ってみると、綺麗にこういう風うにトレンドをサポートになってたり、抵抗になってたりっていうのはわかるんですよね。 で、実際にやっぱり皆さんはトレードしながら判断しないといけませんので、こういう形になるということを頭にイメージしといていただければなというふうに思います。で、次なんですけれども、次はですね、今度は月足でございます。月足。で、こちらも拡大しますが、はい。これもですね、これ6ヶ月、18ヶ月、24ヶ月ということで、えー、半年、1年半、2年という移動平均なんですが、 まあ、綺麗にこれ、1年半の18ヶ月の移動平均線のところで止まっておりまして、今というかこれは、あの、えー、実際にですね、2月の中旬あたりの20日前後の,あのチャート、終わりベースのチャートなんですが、まあ、ここで6ヶ月移動平均線に上値を抑えられているという状況です。ですから、こっからですよ、これ月ということになると2月が終わったところでどうなるか。もし超えていくようであれば、これまた、 上の方にですね、140円前後目指すっていうことが考えられます。一方で、えー、下方向に、まあ、押し返された場合には、この1年半のですね、18ヶ月移動平均線と、それからこの6ヶ月移動平均線の間のレンジ相場というのがイメージされるということになるわけですね。ここまでいかがでしたでしょうか。さあ、ここで、最初にお話しました。皆さん何を使うかなんですけども、 まあ、もしですよ、皆さんのトレードスタイルにもよるんですが、あのー、スイングトレードって言いまして、例えば1週間とか2週間あたりでトレードをされたいっていうような方は、冷やしですね。で、その中でも、冷やしの場合ですと、私は単純でしたら5日。それからあと、指数平滑でも5日。で、あと、同じになりますけども、単純も指数平滑も、両方とも、あと、5日以外には20日。それからと、75ですかね。 まあそういったものを表示していただいて、トレードに役立てていただくと。で、さらに、えー、今度、週足で、もしもっと長い、数ヶ月とか、数ヶ月に1回しか売買しないとか、これでもロスカット入れとかないとダメですよ。下に落ちてしまって、そのまま損失膨らむなんてことになったらいけませんので、あの、トレンドフォローで、え、長く、持つって言われる方は、 ま、今回ここでおご示ししましたように、まあ、5週、まあ、ないしは6週でも構いません。5週、20週、それから75週とか。まあ、こういうふうな期間を選んでいただいて、長めのトレードをされる方は、ここで判断をすると。あと、突き足なんですけども、こちらはですね、売買判断っていうのよりは、どちらかというとですね、あの、今足元で長期のトレンドどうなってるかっていう、 確認用に使っていただくのがポイントかなというふうに思います。で、その際の期間は、まあ、あの、なるべく細かい動きを知りたいというふうに思われる方は、ここに書いてありますように、もう半年ごとに、もう単純に半年ごとに、えー、線を表示して、6ヶ月、18ヶ月、まあ、もちろん12ヶ月が入れていただいても構いませんけども、6ヶ月、12ヶ月、18ヶ月、えー、24ヶ月、あるいは36ヶ月でも構いませんし、60ヶ月でも構いません。 まあそういうような形で、細かく見たい方は半年刻み。ね。確認用に使っていただいて、長期のトレンドはどっち向いてるのか、ということに活用していただけますと、えよりですね、あの、皆さんの長い、こう、なんでしょうスパンで、え余裕を持って見ることができるのではないかなというふうに思われますので、単純移動平均線、それからと指数平,滑移動平均線、これはもうお好みでございますから、 どちらを選んでいただくか。まあそうですね。動きが早いのがお好きな方はやっぱり指数平滑移動平均線を表示していただいた方がいいかもしれません。はい。というところで、えー、今回の動画はこれにて終了でございます。えー、ぜひ皆様、えー、トレードに役立てていただいて、もう早速今マーケットスピードを開いていただいてですね、マーケットスピード FX を開いていただいて、いろいろセッティング、あるいは比較をですね、楽しく見ていただければなというふうに思います。 最後までご視聴いただきましてありがとうございました。